どうも、ビーレジェンド染田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理吉野布目です。前回から、スポルテックのね、こうイベント内容なんかをね、こう紹介させていただいていたんですけれども、今回の動画では、このスポルテックでなんと、ね、ビーレジェンドから重大発表したいと思っております。で、その重大発表っていうのは何かっていうと、こう数種類の新商品をね、出そうっていうふうに考えております。で、それをどこかのタイミングで、発表していきたいっていうふうに思っております。では、その新商品の発表なんですけれども、はい、どのタイミングで発表するのか、染田さんお願いします。はい。で、1日の流れを前回の動画とかで紹介したかと思うんですけど、例えば7月9日の11時から、まあ、のトークショーとこうイベントですね、まあ、今握力対決って書いているのと、で、あのじゃんけん大会ですね、じゃんけんに勝った人は豪華商品をもらえるってい う, こうイベントを今企画して用意してるんですけれども、このあのトークショー の, このタイミングの時に第1弾の、新作の発表をここで行いたいと思っております。で、まあ、当日来ていただいてもそれを見ていただけますし、このスポルテックに来場できないっていうお客様もおられるかと思いますんで、当日、弊社のツイッターアカウントと YouTube ですね、このビーレジェンド鍵谷チャンネルの方で生配信をしますんで、何がどんな商品が出るのかっていうのをリアルタイムで確認できるんでね、ぜひちょっとスポルテック遠くていけないわっていう方は、そちらのね SNS アカウントをチェックしていただければ、次ビーレジェンドの商品が何なのかっていうのを確認できるんで、ぜひご覧いただければと思います。で、会場に来てる方には、その発表のタイミングでその新商品の試飲もしていただけますので、ぜひ、いち早くビーレジェンド新商品を、ご賞味いただければと思います。そのね、新商品なんですけど、僕の中で自分史上ナンバーワンに美味しいフレーバーとなっております。ぜひご来場いただいて飲んでいただければと思います。一番お気に入りですか？めちゃめちゃ美味しいですよ。なるほど、はい、美味しいですけどね、はい、で、今のところ未定なんですけれども、もしかしたら、まあ、そう、数種類ね、今ちょっと予定してるものがあって、それを日に分けてこう何種類か発表できたらいいなっていうふうに思っておりますんで、別に9日に来れなかったからといって10日にまたね、新しい商品の、新商品のね、発表するかもしれないんで、その辺楽しみにね、していただければと思っております。それは、あの、それもいずれも2日目3日目も生配信もあのする予定でいますので、はい、で、来れない方も、それで見ていただけますし、いらっしゃる方は都度あの新作の発表と同時に試飲も、していただけるようになっておりますので、楽しみにしていてください。で、このね、限定商品なんですけど、発売日はあのもう少し後になるんですけど、あのスポルテックに会場にお越しいただいた方は、なんともその場で買って帰っていただけるようになっておりますんで、先行販売ですね。そう、スポルテックに来ていただいた方のみの限定販売ですね。ぜひご来場いただければと思います。スポルテックの、ね、ブースの方では、こういったね、新商品を限定価格で販売していたり、楽しいね、トークショーとか、そういうプレゼントのキャンペーンなんかもやってたりするんで、ぜひ足を運んでいただければと思います。で、もしね、来られないお客様もたくさんおられるかと思いますんで、そういったお客様は、9日、7月9日の11時ですね、お昼前の11時から、弊社のね、SNS、Twitter と YouTube で生配信をしますんで、9日は11時と15時ですね。で、10日は11時と、10日も11時と15時ですね。で、最後の11日の方は11時と14時ですね。こちらの方でね、生配信したいと思っておりますんで、ぜひそちらで確認していただければと思います。ぜひご来場お待ちしております。それでは、今日の動画が良かったっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。